ハレルヤー、ホサンナ歌隊の賛美、心から感謝いたします。また、ヘプシバ賛美チームにも感謝いたします。今日私は、アモス8章11節から12節の御言葉を通して、飢饉の中で働かれる神様の驚くべき設立という題名で御言葉を語りたいと思います。基金の中で働かれる神様の 驚くべき説理です。今日の本文、アモス発祥11節からを見てみると、最後の時、世の終わりには、霊的な危機が来るということを語っておられます。イエス様も、マタイによる福音書24章7節を見てみると、民族が民族を、国が国に敵対して立ち上がり、方々に危機と地震が起こると語られています。このマタイの24章は、 世の終わりの章だと言わわれています世の終しるしについてイエス・キリストは飢饉であると語っておられました世の中でも経済的な苦しみや大変なそういう時期を基金だと言いますけれども聖書で語っているこの基金というものはそういう基金ではなく霊的なものであります見言葉がなくて 見言葉をを聞くここととががでできない基金が来るる語っておられるのです私たち信徒は聖書で語られているままこの基金が必ず来るということを信じなければいけません。また準備することが必要なわけです。なぜ基金について考えてみるべきなのかそれを疑問と思うのではなく本当にその基金についてしっかりと悟ってしっかりと準備しなければいけないのです。例えばノアは 洪水が来るということを聞いて70年から80年の間その洪水のために準備をしました。脳の箱舟について勉強しましたけれども信仰が大きければ大きいほどもっと一生懸命頑張って準備をしなければいけないということです。信仰があるから祈ればいいというのではなく信仰が高ければ高いほどもっと 一生懸命準備をしななけければいけないんですねまず一番目に基金の霊的な意味について見てみたいと思います。地点を見てみると、この基金というものは干ばつとかによって農作物の不作によって起こる、えー、上を意味していますね。また霊的に見てみると、この糧というものは食べ物というものは 自分の命を維持する役割をしますよね。私たちの霊的な命を維持するためには、御言葉が必要なわけです。それがないのが危機なわけですよね。私たちの霊的な命を維持するための必要なものは、イエス・キリストがまた4章4節を見ると、私たちは御言葉をためながら暮らすべきであると語っています。 神明発祥3節でも同じです。霊の糧も必要だと。肉の糧だけでは生活すること、暮らしていくことはできないと語っておられましたね。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る言葉によって生きると。数多くの神学者たちも、また哲学者も同じように言います。人間は多くの動物とは全く違うものであると。人間は意味を食べて生きると。 言います人生がむなしく無意味な状態であるならばその苦痛はですね肉体的な痛みよりもももっと苦しいもので,ありますですからいくらお金があったとしても人生の目的がなくむなしく寂しい人たちはお酒に頼ったり麻薬に頼ったりまた自分の命を落とすことも多くありますよね。 苦しみを味わうわけです。それが霊的な基金と同じようなものなんですね。なぜならば、霊的な命を保つために必要な糧がないからです。聖書を見ると、基金の霊的な意味は、一時的には恵みを受けることのできないことを意味しています。恵みがないこと。 恵みが枯れることです。ですから、御言葉が聞こえてこないわけですね。教会に来て、恵みを受けて、また家でも御言葉を通して、恵みを受ければ豊かなわけです。しかし、恵みが枯れてしまうと、飢饉の始まりなわけです。私たちは御言葉を通して、自分のい人生の意味が何なのか、目的が何なのかをしっかりと悟って、 その目的に従って、歩む時に恵みの満たされた、そういう豊かな生活をすることができるということを皆さん信じてください。聖書を見ると、多くの飢饉が記録されています。例えば、アブラハムの飢饉がありますね。創世記中に小中節にあります。また、イサクの飢饉がありました。また、ヨセフの時の飢饉がありました。また、ルツの基金もありましたし。 エリアの基金エリシャの基金もありましたまたバベロンに行く前にエルサレムに臨んだ基金もあります数多くの基金が聖書には記録されていますこのような基金を通して私たちにどのような教訓を与えているのかこの基金について見てみたいと思います2番目に基金の原因について見てみましょう一番大きな原因は見言葉に従順しないからであります 神様の契約を破ったからです。それが新明記28章に記録されていますね。また、エゼケール6章中説を見ても、意味嫌うべきすべての悪を行ったからであると語っておられます。また、イスラエルの人々が悟ることができないから危機を与えると語っておられます。神様は預言者を送って、数多く送って警告されました。こうしちゃだめだ。 罪を犯してはいけない、見言葉のまま生きなさいと語りましたけれども、それを悟らず、またその通りに働かないために飢金を与えられたわけです。また次にエレミア42章17節を見ると、エジプトに行ってそこに起流しようと決心した者たちは皆そこで剣と飢金と疫病で死ぬと。 私が彼らに下す災いを逃れて生き残る者はいないと語られています。エジプトに行こうとする人がいると語っていますね。エジプトは聖書で、エジプトは何かというと、堕落した世の中を意味しています。ですから,教会に暮らし、教会に通っている信徒でありながらも、いつも心の中では世の中に向かっているわけです。世の中のものを求めているわけです。そういう人たちは、 結局、危機に出会うことになると語っとおられるんですね。列王記上8章37節から38節を見ると、えー、もしこの地に危機が起こり、疫病や立ち枯れや黒穂病や稲子や油虫が発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め囲んだ場合、どんな災いどんな病気の場合にも、 誰でもあなたの民イスラエルがおのの自分の心の悩みを知りこの宮に向かって両手を差し伸べて祈る時どのような祈り願いもと語っておられますねここを見ると飢饉が出てきます基金そして自分の心に悩みを知った時にまた祈った時に39節を見ると主はそこで 天において、その祈りを聞かれると語っておられます。住まいのところである天で聞いて許し、また叶えてくださると。私たちのすべての心を知っておられるからですと語っていますね。ですから、この基金の原因を悟って、神様の前に悔い改めて祈る時に、その祈りを必ず答えて、また許してくださると語っておられるわけです。ここで原因は何かというと、自分の心の悩みだと語っていますね。 自分の心の心悩みだとですから飢饉の根本的な原因は自分の心から始まるということです。心の中に飢饉が来て災いが来たから飢饉が来るわけです。霊的な危機もまた肉体的な飢金も来るわけです。この災いというのは御言葉に従順せず信じもせず世の中に奪われるそういう災いが来た時に飢饉が起こるわけです。 しかしそれを悟って悔い改めて祈るその一人がいれば38節に「一人」と語っていますよね誰でも誰でもあなたの民イスラエルがおのの自分の心の悩みを知りこの宮に向かって両手を差し伸べて祈る時には必ずその罪を許してくださり飢饉を全てなくしてくださると語っておられます私たち一人一人がですね自分の悩みについて しっかりと考えて神様の前に祈って許しを得る皆さんとなることを願い求めます大きな3番目に飢饉の中で働かれる神様の摂理について見てみたいと思いますこの基金というのは悪いものですよねしかし神様はそのような悪い働きの中でも神様が私たちに助けをくださると語っていますそれを摂理と言います設理、神様の働きを言いますね この摂理というのは重要な単語であります。漢字ではこう摂理と書くんですけれども、プロビデンスと言いますね。これは神様が定められた目的を達成するために、すべてのことを司さられる神様の継続的な活動を意味しています。活動 簡単に言うと、これは摂理というのは神様が定められた目的があるわけです。その目的とは堕落した人間の救いですね。私たちを救うために神様はこの背後で見えないところでこの世の中のすべてのものを司さどられてまた経営されてそれを導いて結局的には私たちを救おうとするそういう働きを 行われてていいいるととうことを語っていますヘブル語ではラーという単語です。ラー、これはあらかじめ見る、あらかじめ準備するという意味です。神様は全てを準備しておられるということです。私たちが罪を犯すことによって危機が来るわけですよね。しかし、その危機の中でも選ばれた民を救うために全てのものを準備されるわけです。私たちは知ることはできません。 人間はもう目の前にあるものも見えないわけです。しかし神様はどのような罪を犯して、どのような働きを行い、どのような危機が来るのかを全て知っておられるわけです。そして全てを準備されているわけです。悔い改めて、また、ね、救いに至るそういう働きを準備されているわけです。ギリシャ語で摂理というのはプロノイヤと言います。同じ意味です。先見、先に見るという意味ですね、先見。ですから、 堕落した人間を救おうとされる神様の計画が完成されるまでこの世の中には働かれるすべての働きこのすべての歴史に介入され積極的に活動されて私たちの救いの道を開いてくださるということを意味していますそれが摂理ですですですからこの摂理を悟って信じれば心配する必要がないわけですなぜならば 神様が選ばれた民を準備されたためですね。ですから、摂理を悟ることも信じることもできないから心配するわけです。どうしようか、ああしようかと困るわけですよね。では、聖書に出てくる危機の中で神様の摂理がどのように働かれたのかを見てみたいと思います。まず一番目に、ヨセフの時の飢饉がありました。ヨセフがエジプトに売られていきましたよね。その時、エジプトの王は夢を見ました。 その夢の解釈が7年の法然とまたその次に7年の飢饉が来るということを語られましたね。それをヨセフが夢の解釈をしたわけです。そしてヨセフを国務総理に立てました。そしてヨセフが語った通りに7年の豊作と豊かな祝福を受けたわけです。そしてそれをこれから起こる7年の飢饉に 準備する働きをなしたわけですね。私たちも同じなんです。私たちもヨセフのように働かなければいけません。ヨセフのようにですね、まずは、えー、法然が来ましたけれども、その次に7年の基金が来ました。全世界に食べ物がなくなって、数多くの人がヨセフの前に来たわけです。ヨセフの前に来て、ひざまずいて願い求めたわけですよね。ヨセフの時の基金の設定は何かというと、 まずは、ヤコブと7人の家族がエジプトに行かせるための摂理でした。ヤコブと7人の家族も結局エジプトに入ってくるわけですよね。そして、ヤコブが一番愛する息子ヨセフとともに出会うこと、その摂理がこの基金を通して与えられたわけです。そして、もっと重要なのは結局、この基金は 松明の契約を成就するためのものでありましたアブラハムに神様は約束されましたよね創世記15章13節から14節を見るとそこでアブラハムに仰せがあったとあなたはこのことをよく知っていなさいあなたの子孫は自分たちのものではない国で起留者となり彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられようしかし彼らの使えるその国民を私が裁き その後彼らは多くの財産を持ってここから出てくるようになると語っておられますね。これが松末の契約です。神様はこの基金が来る前に600年前にすでにもうあらかじめ全てを知って予言されているわけです。約束されたわけです。それで基金を通してアブラハムの子,子孫がエジプトに来て400年の間、シモべとなり、そして結局、 彼らを出エジプトさせて多くの財産を保ってですねエジプトから出るようにしてくださったわけですその摂理の始まりがこの基金なのわけですこの基金を通して私たちが悟らなければいけないことは何かというとこの基金を通してヨセフが本当に神様から選ばれたものであるということを全世界に知らされたわけですこの基金を通して一番有名になったのがヨセフなわけですね ヨセフを大きく高めて飢饉を与えられたことを示されたわけです。そしてヨセフだけではなくその子孫を通して神様が祝福され出エジプトするエジプトから出ることを定められたわけです。それが神様の摂理でした。また2番目にルツの基金がありました。 皆さんもよく知っておられますけれどもルツキの主人公ですねルツキ一章一節を見ると裁きつかさが治めていたところこの地に飢饉があったと語っていますそれでユダのベツレームの人が妻と2人の息子を連れてモアブの野に行きそこに滞在することにしたと語っていますこれがルツキの最初の始まりですユダのベツレームに飢饉が来ました飢饉が来て そのエリメレクという人また妻の名,名はナオミでしたねそして2人の息子を連れてこの4人の家族がユダを離れてモアブに行ったわけですね基金を遠ざかるためにですからこのルツの基金はどのような意味があるのかというとまずは神様が選ばれた違法の女ルツを 契約の共同体に導くためのものでありました。基金がなければこの家族はモアブに行くこともありませんでした。また基金がなければこのエリメレークの息子たちがモアブの子供たちと結婚することもありません。ルツと結婚することはないわけですよね。基金のせいでモアブに行ってルツに出会い、結局そのルツがイスラエルに入ってきて。 ダビデの先祖となりまたイエス・キリストの先祖となったわけですね。この違法の女この違法の女を神様の契約の共同体へと連れてくるための設立があったわけです。しかしその反面では神様の御言葉に従順せずカナンの地を出ていたこのエリメレクと2人の息子はどうなりましたか 結局はこの基金が審判でした。モアブに行って死ぬことになったわけです。神様は飢饉が来てもカナの地を離れてはいけないと語られたわけです。しかしその御言葉に不従順してモアブに行ったわけですよね。神様はすべてを計算して働かれているわけです。その人が不従順することも知っておられたわけですね。ですから不従順するイスラエルの人々は審判を受けて御言葉を 求めていた違法人であるルツはこの契約の共同体へと入ってくるそういう驚くべき設理がこの基金を通して起こったわけですでは私たちも皆さん違法人なわけですよねここにユダヤ人がいますかいませんよねみな違法の人ですしかしイエス・キリストを信じて御言葉の前に来たわけですよね大きな祝福を受けていますある人はですね このようなことを語られる方もいます。経済的に苦しくて、ああしてこうして日本移民に行って、誰かに出会って御言葉の前に来たと。そういう証をする方が多くいますよね。神様は私たちを導かれる時にもですね。このような摂理の中で。働かれているということを悟らなければいけません。 私たちは神様の摂理の中で働いているわけです。ですから感謝することができるわけです。心配する必要がないんですね。3番目に、宝刀息子の飢饉がありました。ルカによる福音書15章を見ると、えー、宝刀息子について記録されています。ルカによる福音書15章14節を見ても、何もかも使い果たした後で、 その国に大飢饉が起こり彼は食べ,る食べるにも困り始めたと語っていますね。ここを見ると何もかも使い果たした後でと語っています。この法と息子は自分の父にすべての遺産、財産をあらかじめ受け取ってそして出ていったわけですよね。家を出たわけです。自分の遺産、その、えー、相続するお金をすべて。 使い果たしたわけですね。そのお金がなくなったときに神様はどうされたんですか基金を送られたわけです。基金を起こされたんですね。神様のそのタイミングを見てください。このタイミング、正確にですね、なくなったときにお金がなくなったときに同時に飢饉が来るわけです。ですから、この宝刀息子はどうするんですか 働くこともできずに何もすることもできないわけです。それで、その時、結局、困り始めたと語っていますね。困り始めた。悲劇ではありますけれども、これは霊的に見ると、悲劇ではなく、祝福の始まりであり、この宝刀息子の回復の始まりなわけです。その時に、困り始めたと語っています。困り始めた。困り始めたため、 父に帰ろうかという考えをすることです。するわけですよね。もう一回、悔い改めて父のもとに帰ろうとするわけです。ですから、この帰ってきた息子のこの回復の始まりは結局、飢饉だったわけですね、基金基金がなければ、この息子は父の前に帰ってくることはなかったでしょう。元気に暮らして、楽しく暮らしていたでしょう。 しかし、飢饉があったからこそ困り始めて父に帰ろうかとするそういう心が芽生えたわけです。また4番目にイサクの飢饉があります。イサクの飢饉。アブラハムの時にも飢饉がありましたけれども、イサクの時にも同じように飢饉がありました。創世期26章一節を見ると、さて、アブラハムの時代にあった先の基金とは別に、 この国にまた基金があった。それでイサクはゲラルのペリシテビトの王アビメレクのところに行ったと語っていますね。では、このイサクの基金の説理は何でしょうかこれも同じように神様が選ばれた民が誰なのかを示すために働かれたものでありました。神様はこの基金を起こされた時にイサクに来られて、 あなたはアブラハムのようにエジプトに出て行ってはいけないとこの地に住みなさいと命令されましたそしてイサクはその御言葉に従順したわけですその結果12節を見るとイサクはその地に種をまきその年に100倍の収穫を得たと主が彼を祝福してくださったのであると語っていますね飢饉の中でもイサクは100倍の祝福を受けたわけです ですから今で言うと不景気だといってもこのイサクだけはとても裕福になったわけです。100倍の祝福を受けたと。驚くべき働きが起こったわけですよね。この祝福を受けたからどのようなことが起こったかというとペリシテ人の人々がイサクを憎みました。は 移動を掘ったわけですけれども井戸を掘るたびに水が出てくるわけです。ですからペリシテ人がです、ね、その井戸を奪い取りました。そしてイサクはまたそこで争わずに譲ってまた出ていくわけです。そして井戸を掘ってまた井戸を掘って奪われたらまた井戸を掘って。で結局えペリシテ人がえ来ない時まで 井戸を掘り続けけたわけですしかしそれを見ながら何を悟りましたか二十六章二十八節を見ると彼らは言ったと。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたの間で、誓いを立ててくださいと。契約を結びたいのですと語りました。継続して奪い取りながらも、いさくは結局は良くなるわけです。ですからこの人たちも、 悟ったわけですイサクとは争いにならないんだと。イサクと争うのではなく仲良くならなければいけないと。神様をがおられることを信じると語っていますよね。皆さん見てください、28節に。主があなたと共におられることをはっきり見ましたと。うん、はっきり見ましたと語っています。はっきり見ました。証拠を見たわけです。それでイサクと契約を結ぶために求め探してきたわけですよね。 ですからこの基金の目的は神様が選ばれた民が誰なのかを正確に見せるために与えられたものでしたそういうために基金を送られることがあるということですヨセフもそうですしイサクもそうですしこの基金の中で神様は働かれたわけですねイサクもヨセフもみなイエス・キリストを示す人物でありますイエス様も 苦しみを受けられ憎まれたわけですよね十字架につけた理由が憎んでまた妬みのせいだと語っておられますまた私たちが知るべきことはイエス・キリストも飢饉の中でこの地に来られたわけです皆さん旧約が終わってから新約が始まるその中間を新旧約中間期と言いますよね400年ほどの期間になったわけですけれどもその期間 神様は沈黙されて現れることがありませんでした。その400年間、なぜ神様は現れず、また語られなかったのでしょうかそれは御言葉の飢饉があったからです。予言もなく、予言者もなく、霊的な飢饉の時代でした。しかし、その400年の飢饉がどのように終わったのかというと、イエス・キリストは来られたことによって終わったわけです。イエス様はその霊的な危機の中で、 生まれたわけですですから宗教指導者たちが、ね、妬み、憎み、苦しめたわけです。彼らには恵みもありませんでした。御言葉もありませんでした。立法的なことだけを語り、重りだけを負わせたわけです。しかし、イエス様が恵みと真理に満たされていました。御言葉ばによって、力によって、病気を癒したり、多くの恵みを、ね、表したわけです。ですから、イエス様に来たんですね。 そのために妬みました、憎みました。同じようにイエス様も危機の中で来られたわけです。神様が選ばれたものがイエス・キリストだということを示すために危機を与えられたわけです。愛する皆さん、この世の中には豊かな時もあれば危機もあります。必ず危機が来ます。そういう時に最後まで信仰を守り、この御言葉を掴んで歩く時に、イサクのように、ヨセフのように、イエス・キリストのように、 私たちをこの教会を神様が選ばれた民として確実な証拠としてこの世の中に表してくださるそういう恵みが与えられるということを信じる皆さんとなってくださいではこの基金の救済史的な意味は何でしょうかそれは先ほど言いましたけれども選ばれなかった人には審判ではありますけれども選ばれた民にとっては回復と祝福の働きだったということです それが基金の救済的な意味です。選ばれなかった人には基金が審判であります。しかし、選ばれた人には回復と祝福の働きがあるわけです。紙三33編、中8節から中9節を見ると、見よ、身を主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に。彼らの魂を死から救い出し、基金の時にも彼らを生きながらさせるためにと語っておられますね。 神様を恐れるものをそれは飢饉の時にも生き長らせると語っておられます。それはただ生きるだけではなく、詩偏37編19節を見ても彼らは災いの時にも恥を見ず、飢饉の時にも満ち足りると語っておられます。遺作のように100倍の祝福が与えられることになるわけです。ですから飢金を通して神様は選ばれた民を見せて。 祝福されるわけですヨセフのように、イサクのように、ルツのように、また、え宝刀息子のようにですね。ですから結論的に、この基金というものは神様の摂理の道具として愛する民を救いに導く方法であります。ローマ発祥28節を見ると、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、 神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っていると語っています。このローマ8章28節が、節理その自体ですね。節理を意味しています。神様を愛する者、それは神のご計画に従って、神がすべてのことを働かせて、益としてくださると。飢饉も観難も、どのような問題も。 良いものとして私たちに戻ってくるということです。どれほど感謝でしょうかですから私たちは何をすべきなんですか皆さん、神様を愛すればいいわけです。愛すること。神様を愛する者にはすべてが益となる祝福が与えられると約束されています。ではどうやって神様を愛するんですか皆さん愛、愛はどうやってしますか愛はですね。 継続しててれば愛が出てきます皆さんずっと見続けたら情が湧いてくるわけですよね経験から私は悟りましたえ継続してみれば見るほど情も出てきて愛も出てくるわけですそのように神様の御言葉も継続してみればですねそこにはま、えー、るわけです神様を愛することになります 神様を探して、この神様の礼拝、教会堂に来て礼拝を捧げに来ればえ、継続して神様に出会えば出会うほど愛が芽生えるわけです。しかし、若い人たちはどうですか映画を見るようにですね、ロマンスのことを考えるわけです。かっこいい人が馬に乗ってきて、それは愛じゃないんですね。愛というのは継続して見れば愛,愛が出ます。 神様と近づけば近づくほど愛が芽生えるわけです。祈る人に神様は近づいてきてくださるわけです。神様を探して、求めて、御言葉を求めて歩む人は神様を愛することになるわけです。そういう人に神様は守ってくださる、祝福を与えてくださり、その愛から離れることがないように、私たちをしっかりと掴んで守ってくださるわけです。ローマ発祥35節を見ても、 私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか勘難ですか苦しみですか迫害ですか上ですか裸ですか危険ですか剣ですかそして38節39節一緒に見ましょうローマ8章38節私はこう確信しています死も命も見つかいも権威ある者も,も今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も 私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アメンそうですね。この世の中で私たちは神様の愛から引き離す人は、引き離す者は誰もいないと。何一つないと語っています。この御言葉をしっかりと掴んで、勝利する皆さんとなることを、主の皆をもって祝福いたします。一生懸命勉強して神様の御言葉を学ぶことによって、神様と共に愛し合うものとなることを願います。 祈ります愛するなる神様感謝いたします今日も恵みの中で私たちを導いてくださり神様の愛と節流の中主の宮に来て礼拝を捧げることはできるよう導かれ感謝いたしますまた御言葉を聞いてまた悟って信仰を与えてくださることを感謝いたします神様を愛する者には全てが全て益となると語られました 私たちのこの教会の信徒すべて神様の御言葉に近づき祈りを持って神様に近づくことによって深い愛を分かち合うことができますようにまた神様の右の手によってつかんでくださりこの世の中の誰もまた何一つとして私たちを神様の愛から引き離されることはないというこの御言葉がその通りになることができるよう導いてください。 いつも神様の愛と節理の中で神様に栄光を表すことができるよう導いてくださいまた飢きや観難が来るとしてもこれが私たちのための祝福であるということを確信して心配せずに悩むこともなく神様の前に感謝を持って栄光を表すことができるよう導いてくださいまたこの神事信仰によって全てを打ち勝ち克服し 神様の愛の中で、サ作のように多くの祝福を受ける、いつも実りを実らせる祝福を受けることができるよう導いてください。感謝し、イエス・キリストの皆によって切にお祈りいたします。アーメン